クリス・ガードナー・クリストファー、クリス・ポール・ガードナーは、アメリカ合衆国ウィスコンシン州ミルウォーキー出身の実業家、事前家、執筆、講演活動も行っている。ガードナー・リッチ &CEO 社の創設者で現在、CEO、二人の子供の父、ニューヨーク及びシカゴ在住。2007年公開の映画、幸せの力の主人公は、彼の反省がモチーフとなっている。 実の父、トーマスターナーが去り、育児に関わる男性がいなくなり、さらにママ父のフレディ・トリプレットは、日常的に母に暴力を振るい、瀕死の重傷を負わせることもあった。そして、クリスと三人の姉妹は常に恐怖を感じていた。彼の幼少期は、母ベティジーンとの関わりが重要な位置を占める。不幸な結婚生活だったが、我が子を励まし、自立心を養ったという。 トリプレットは、ウィスコンシン州当局に、ベティジーンが生活保護を受けている間に雇用されていたと通報し、結果として、母は数年間服役することになった。彼女が服役している間、クリスは里子に出された。またクリスは、彼女が、トリプレットがいるまま家に火をつけて、殺害を企てた後の数年も里子に出されたままだった。これらの経験から彼は、アルコール依存。 家庭内暴力、児童虐待を避け、勉学に励み、恐怖に怯えず強い人間になろうと決したという。1977年、ある女性と結婚したが、結婚に対する態度の違いや、ガードナーの浮気によって、浮気相手の妊娠が発覚し、離婚。81年息子のクリス・ジュニアが誕生した。この間は、医療器具販売の仕事をしていた。またこの頃、息子に、 ガードナーのジップについて尋ねられたことがきっかけで、子、祖父の三者が対面している。彼は実業界での体制を夢見て、サンフランシスコに移り、そこで文句のない着こなしでフェラーリを乗り回していた男性に職業を尋ねた。その男性は株取引でもけたと述べ、これを機にガードナーの行く道は定まった。同じ頃、 有名バスケットボール選手であるマイケル・ジョーダンから黒のフェラーリを購入と銘打ってあるらしい。前述の裕福な男性による手ほどきで証券取引会社の顧問との接見などをした。そこで彼は中外業の学習に専念するため医療器具のセールス業を辞め株式中外業、ディン社のインターンシップに申し込み訓練プログラムに参加することになった。しかし、 彼を受け入れた人物が解雇されたためプログラムに参加することができなくなってしまった。さらに悪いことに交際相手が息子クリス・ジュニアを連れて彼の元を去り、また駐車違反の罰金1200ドルを払うことができなかったために収監されました。収監後にアパートメントに戻るとそこは家具から衣類までなくなっており、もぬけの殻だった。その後、 ディーン社のトレーニングプログラムを受けることになったが、生活費を捻出することができなくなってしまった。ガードナーは、ディーン社の主席研修生となるために懸命に働き、具体的には1日に100本の電話をかけるという目標を掲げ、あくる日も朝早くから夜遅くまで、働き詰め、有望な顧客に連絡を取ったという。1982年、彼の類いまれな努力が実って、 ン社の正規社員として雇われることになった。しばらくして、サンフランシスコの会社に移っている。交際相手が去って4ヶ月後、彼女が現れ、息子を置いて、再び去り、彼は、不死家庭の道を受け入れる。息子を引き取ってからは、ホームレスとして暮らしていくことになる。この間、周囲の者たちには、ホームレス生活をしていることを明かさなかったが、周囲は気づいていたようである。 また、子供を託児所の中に紛れ込ませたり、子供の身を案じて、公安地域の駅トイレに泊まったこともあるという。しかし、結局は子供の幸福を考慮して、本来はホームレス女性限定である教会の宿泊施設に頼んで受け入れてもらうなどした。1987年、ガードナーはシカゴに仲買業者、ガードナーリッチ &CO を設立。 わずかな資本と食卓テーブルとして使っていた机のみで起業した。現在はアメリカ有数の大企業となっている。ガードナーは事前家としても知られており、前日のホームレス時期に宿泊させてもらった教会グライドメモリアルユナイテッドメソディストチャーチを主として事前団体に寄付を行っている。ありがとうございます。